一番綺麗な空を飛ぼうよ、確かな未来へ素晴らしい歌声でございますね。心が洗われるようです。いえ、そんな。正式なレッスンをお受けになってはいかがですか。ハーベンハイト家は全面的にエンジョイいたしますぞ。本当ですか。気前いいんだね。優れた芸術家を育成するのも私どもの仕事です。早速手配いたしましょう。ありがとうございます。私一生懸命頑張ります。はい、ロゼット。ありがとう。どうしたの？私、やっぱやめとく。ロゼット？どこか具合でも？そんなんじゃ。っていうか、私が遠慮するとなんでそうなるわけ？いや、ほら、最近ここんちの豪華なご飯食べまくってたら太っちゃって。戦ってる最中にスリットがビリンなんて言ったらかっこ悪いじゃない？ロゼットったら。戦力も増えたことだし、これからが本番なんだからさ。いい気なものね。あ、サテラ。そのおかげでこっちは夢見最悪、すっかり寝不足よ。お目覚めですか、お嬢様。おはようございます。早速ですが、このようなものが。また失踪。はい、最近多ございますな。行くわ。もう？あんたさっき寝不足って疲れてんじゃないの？お気遣いなく、私は急いでるのよ。悪魔と手を組むくらいなら自分が倒れる方が。とにかく私は私のやり方でやるから、あんたたちもせいぜい頑張ることね。申し訳ございません。お嬢様も決して悪気があってのことでは。わかってるって。第一波と第四波の重火器が不足気味みたい。はいはい、第一波行きます。じゃあ私は第四波。いったー、ごめんなさい。おやおや、いけねえな。ちゃんと前見て歩かねえとうっかり食っちまうかもしれねえぞ。お疲れ様です。ご
人間と組むのも悪くねえな。よりどりみどりだぜ。ガルブ、ここでは人間に偽装しろとデュフォー様に命じられただろう。勝てこと言うなよグーリオ。なあ、手を組むと言っても互いの相違は大きい。人間相手なら人間同士の方が都合がよかろう。どういうこと？次の作戦にあたって我々もトガ人たちの戦力は少しでも削いでおきたい。そのためには奴らの力の源を断つのよ。力の源って、それやめてくんない？ん？すっごい気になる。この痛みが快感なのだが。デンバーの大量失踪事件は知っているか？はい、シスコ近辺でも失踪事件が多発しているとか。それこそが力の源、人の手によって集められる無尽蔵のエネルギーよ。人の手？悪魔崇拝。近郊の後で悪魔を崇拝する儀式が行われていたと。気づいたら村の若いのや女子供がごっそりハマっていやがった。みんな帰ってこねえ。取り返しに行ったやつらもだ。夜中に悪魔がうろつくのを見たやつもいる。やつら本当に悪魔と契約しちまったんだ。頼む、助けてやってくれ。十字架を、全てのエネルギーを吸収し集めます。ようこそ、久しぶりの訪問者、歓迎するわ。生身の人間相手に手荒な真似はしたくないわ。おとなしくしなさい。そう、あなたジュエルサモナー。お優しいことでも無駄ね。イライザ・ブラウン、デンバーの貧しい甲府の家に生まれる。16歳で結婚するも失敗。悪魔崇拝に傾倒し、各地を転々として信者を集めていた。その人たちはみんな失踪したんじゃなくて、おそらく生贄にされたんだ。人の生きる力そのものを糧として悪魔活動してるから。でも同じ人なのに、なんで？それが人の本質、欲深く傲慢で利己主義。己の欲求を満たすためなら平然と他を犠牲にする。悪魔に売り渡すなど造作もない。そんなことは十分承知のことと思ったが、ノー、ファティマの見つかい。お前もその力を私利私欲のために利用されてきたのよ。まあそれも仕方あるまい。貴様一人の力は他の人間何人分に匹敵するだろうな。100人、いや1000人、人間も悪魔も喉から手が出るほど欲しかろうな。アズ、あんたはもう下がりなさい。でも、そんな状態じゃ仕事どころか自分の身も守れないわよ。落ち着くまで休んでなさい。
さあ行きましょう。要するに人の起こした不始末は人の手で型をつけろってこと？そうとも言うな。断っておくが、今回のことに我々は関与しておらぬ。間違いなく咎人どもの仕業と考えていいだろう。エホバアドナイ、ツバオスアドナイ、サダイバスダスヤプリメマトゥモーゼ。こんなことをしても何にもならないのよ。なんとか言ったらどうなの。みんなを巻き込んで殺して、いい加減目を覚ましなさい。あなたもあの方にお会いすればわかるわ。あの方は素晴らしい。あの方だけが私の価値を認めてくださる。あの方が私の全て。力きっとあの方もお喜びになる。光栄に思いなさい。誰が悪魔なんか。さあ霊力を捧げなさい。この喜びがわからないなんて哀れな女。当然ね、あの方にお使いできるのは私だけ。私だけなのだから。すべてはあの方の望む通りに。愚かな。さあ今こそ私めにどうかそのお姿を。なかなかいい眺めだな。トガビト、アイオン。おお、名前を覚えていてくれたとは光栄だな、宝石の魔女。お知り合いでしたの。まあな、古い縁というやつだ。悪魔と縁なんかないわよ、おぞましい。生贄の分際で生意気な。お前ごときか。お前ごときがあのお方の皆を口にするなど、身の程をわきまえろ。もういい。あ、アイオン様。あ、お許しをどうか。申し訳ございません。知らぬこととはいえ、アイオン様の窮地のものを生贄に選ぶなど。君が俺を楽しませようとしてやったこと。そうだろう。もちろんでございます。私は身も心もアイオン様に捧げた身。一日たりともアイオン様を思わぬ日など。今日はなかなか面白い生贄を捧げてくれたな。君は役に立つ女だ。ありがとうございます。あんたが黒幕だったとはね。そうやってそこの女を操って。お黙り。その無礼な口を今すぐ黙らせてや。まあせくな。うまい酒はまず色を眺め、香りと舌触りを存分に堪能してから味わうものだ。気高き宝石の魔女、そんなに悪魔が憎いか。当然よ。平気で人を踏みにじり、奪うだけ奪って。私は絶対に許さない。この後に及んでまだそんな口が聞けるとはな。君の自信の源はこれかな。君の身を守ってきた大事なお守りだものな。いい香りだ。いい目だ。絶望に抗いながらもまだ自分の力を信じている。アイオン様、そろそろ。そうだ、別れの前に昔話をしてやろう。
昔黒い森の国に不思議な力を持つ一族が住んでいた。魔力を秘めた宝石から獣の力を編み出すジュエルサモナー。しかし彼らはあっけなく滅んでしまった。たった一人の悪魔に襲われなすすべもなく。ただその中で唯一生き延びた者がいた。悪魔の気まぐれで死を免れ取り残された少女。美しく成長したものだな、サテラ・ハーベンハイト。何なのよこれ。レギオンだ。レギオン？なんでこんなに引き寄せられてるんだ。この中の強い力に、この気配は。なんだこれは。ここは危険です。早く離れて。どういうことだ。悪魔退治を依頼したはずなのに、あの女はどこにいた。泣きわめくところは変わってないな。お前が、お前が私の家族を、姉さんを許さない、許さない。ならどうする。俺を殺すか。そうだな、復讐のために生きてきたのだからな。泣かないで、サテラ。あなたは私より宝石たちを好きでいてあげてね。いい顔だ。ゾクゾクするぞ。アイオン様、あの無礼者を早く殺してやる。俺を殺すか。面白い。味方もいない、意志もない。その腕一つで何ができるというんだ。絶対殺してやる。君の姉さんは生きてるぞ。本当に君は可愛いな、素直で。アイオン様、やめて、やめてください。いや、そんな女から離れて。この汚らわしい女、アイオン様をたぶらかして死んでおしまい。うるさいな。さようなら、良い夢を。やっぱり無理なのかしら。あなたは姉さんとは大違いね。かわいそうにな、サテラ・ハーベンハイト。一人ぼっちで頑張ってきたのに、お前の力はここまでか。神にでも祈るか。どうせ奴は答えやしないかな。これはマグダラのマリアとその従者。残念、アポスルズは一緒じゃないのか。あいにくね。あんたの思うようにはいかないわ。サテラに何をしたの。ちょっとした昔話、いや思い出話か。かつて宝石使いの一族を滅ぼした時のな。アイオン、お前。あんたがサテラの家族を。今度は君と語り合いたいな、ロゼット・クリストファー。ロゼット、邪魔だ。何なの。そうか、今日は撃つのか。とっておきのゴスペルを聞かせてあげる。アーメン。残念だったな。神の声は悪魔には届かないようだ。しかしその勇気を買おう。いずれまた会うことになる。すぐにな。何もできなかった。私は今日まで何の
サテラ。ごめん。協力者、始末はついたのか。ああ、なかなか楽しかったよ。そろそろ時間だ、行くぞ。ああ、パンデモニウムのアホどもに俺たちの力を思い知らせてやるぜ。人間ばかりか追っ手とまで手を組むか、クロノ。お前がどこまでやれるのか楽しみだな。よう、天なる救い主よ。これでもお前は沈黙を守るか？アイオーン、僕は約束したんだ。奪われたものは必ず取り返す。彼女のためにか。捨て駒にされて裏切られるのはお前たちの方なんだぜ。次回、共犯者たち。最後まで生き残るのは、さて、誰だろうな。